鶴田です。さすが2回目。はい。今日はね。はい。再戦。はい。一方対。一方対。はい。ドロー。前回ドローです。踏みつけたい。踏みつけたいカバですよ。え？踏みつけたいカバ。そうですね。どうですか今日の。昨日でも軽量の写真上がってたけど、2人ともいい感じで締まってて、うん、締まってましたね。いい感じでしたね。どうですか、あの体調、調子とか。いや、今まで一番いい。今まで一番いい、はい、あ、どう、大丈夫え、足腰の強さ。足腰の強さ。踏みつけはなしですけど、大丈夫です。あれ、あ、違うの、はい、なんか特別ルールって書いてあったけど。あ、そういう特別ルール。いや、でもね、これ変わったんで、はい、なぜならば、2人どっちかに一勝させようとして延長戦を作ってたんですが、はいはいはい、ヒッポが先にクラッシュの方で一勝したので、はいはい、通常ルールになりましたので。あ、本当だったらもうどっちが必ず勝敗がつく延長あり、延長ありだったんですけど、まあ、まあ、寺西さんが出遅れちゃってるんで、はい、向こうの一歩上がったことによってルール変わっちゃったって。そうなんです。どうですか、その思いを。いや、先越されちゃったんで、今日は私の番で絶対勝ちます。今日はあれだね、私の番です。はい。なんでそこリピートするの。え、なんかね、あるの。書いてある。ありがとうございます。私の番です。っていう感じで、はい、今日勝ったら、勝利者賞。そう。そう。そうですね。そうですって何。え、なんどういうこと。あ、トロフィーとかじゃなくて。いや、ちょっと、違う、これを。ちょっと。お楽しみにということで、はい、はい、踏みつけさんでした。あ、名前言ったら寺西選手。寺西選手でした。ありがとうございます。はい、トラップです。はい、来ました。なんと、ナックルジムのカバコさんです。カバコさんじゃねえわ。顔怒った怒った怒った。はい、はい、お願いします。ヒッポです。ヒッポ、上野選手です、ね。ノリコです。上野ヒッポノリコです。はい。前ね、この間クラッシュで。初勝利、悲願の初勝利ですよ。そうですね、はい、で、今日は、踏みつけ女王と、はい、タラニスさんとリベンジ、リベンジじゃない、再戦ですね、はい、どうですか、ね、ちょっと1回勝ったことによってちょっと自信がついいますという感じで、はい、カバ対踏みつけで、まあこれね、藤岡会長につけられたっていうことで、いや、ダメですよ、カバとか言っちゃう。いや、ヒッポーってカバって意味ですよね。そうですよね、はい、カバダンスですよ。今日は勝利のカバダンスが見れるかもしれない、うん、ちょっとごめん、何言ってるかわからないんで、今日は勝利の、ということで、上野選手、じゃあ、意気込みをお願いします。はい、寺西選手と再戦で、前回はドローだったので今回は決着をつけます。ちなみに今日の試合、寺西選手とヒッポー選手の試合に関しては、ちょっとツルタップがちょっと素敵なプレゼント、勝った選手だけあげますので、はい、もし辛かった時はそれを思い出して頑張ってください。まあ、ヒッポー選手ね、スーパーバンタム級でエントリーしてくれれば、はい、これ勝ったらランキングもおという今話が出ているので、今日はちょっと頑張ってください。現状頑張ってましたね、はい、今回ほぼ減量なしでございます。あ、本当に、はい、すごい軽量の時すごい目バキバキでしたよね。でも結構、まあ、通常体重が落ちて、そうなんです。おお、これ楽しみだぞ。ということで、はい、上野ヒッポー選手でした。頑張ってください、はい、ありがとうございます。54.8kg キープ2分3ラウンドを行います。青コーナーに寺西美代選手の入場です。続きまして、赤コーナーに上野ヒッポーのりこ選手の入場です。
よ。おい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 ラウンド終了です。ラウンド2。ラストだ、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 
知らせいたします。ジャッジ岸原30対28、青寺地。ジャッジ水谷30対27、青寺地。ジャッジ宮本30対27、青寺地。以上3対0をもちまして、勝者青コーナー寺地美代。判定勝利、おめでとうございます。いやー、おめでとうございます。どうですか、感想は。めっちゃ嬉しい。嬉しいね。まあ今日はね、得意のね、踏みつけが出ないで勝てましたからね。はい、危ない場面ありました。ちょっと踏んじゃったけど。いや、ちょっと踏んじゃったけど。ね、あの左ミドルも良かったし、踏みも強いし、ね、しっかりこう踏んでね。練習した。いやー、おめでとうございます。ちょっとね、でも身長も体も大きいので、ちょっとこれから楽しみですね、はい。まあ、あとあれですね、プロレスで出てちょっと慣れたのかな、あそこで、そうですね、うん、あそこでちょっと良、かったと思いますよ。はい、良かったです。ちょっと泣いてるところが面白かったですけどね。面白いね。どっちでも泣くんで、終わったら。はい、ということでお約束の、あ、これですか。これです。ツルダップ T シャツさんとバッジを、で今回あのヒッポーさんとヒッポー選手とテナイ選手、あの前回のねプロレスもあったんで、ちょっとあの今回この試合に関しては、いや俺のお流れ上で引っかかっています。ありがとうございます。ありがとうございます。これを着て練習して、はい、また強くなって、はい、頑張ります。はい、という感じで、ということでね、ちょっと待ってください、中島さん、僕にウブルはくれないんですか。それ言いたかったわけ。取られそうですよ、ということで。まあとりあえずね、今回またマッチメイク、まあもっとオファーさせてもらうんで、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。見事初勝利ということで、ね、もう踏みつけ返上ですね。はい、もう本当にこれからおたけび、おたけび涙の女王です。うるさいなって自分でも思いました。気合がまあでもね、あの初勝利おめでとうございます。ということで寺西選手でした、おめでとうございます、はい。